オドアケルに定官を渡すロムルス・アウグストゥルス、オドアケルの金貨、オドアケルの王国の半島オドアケルは5世紀に活躍したローマ帝国の軍人。西ローマ皇帝、ロムルス・アウグストゥルスを背位してローマ帝国のイタリア領主となった。兄弟に東ローマ帝国の軍司令官をノールフスがいる。オドアカルあるいはイタリア語でオドアクレとも言う。その羊は不明で、 しばしばえ、ルール族ともスキリア族ともコート人ともチューリンゲン族ともされるが、実際にはオドアケルがゲルマン人であったのかどうかすらわかっていない。父はエデコとされ、兄弟にオノウルフスがいる。東ローマ帝国に属していた父エデコが469年にボリア側の戦いで廃止すると、オドアケルはローマ市へと逃亡して470年頃にローマ軍の将軍となった。 472年には、ゲルマン人の将軍リキメルの下で、西ローマ皇帝アンテミウスの討伐にも参加した。オドアケルは特定の部族を率いた部族の指導者ではなく、正規のローマ軍団を率いるローマ帝国の将軍だった。476年、オドアケルは、西ローマ皇帝、ロムレス・ワウグストゥルスを廃位し、元老院を通じて、もはや西方担当の皇帝は必要ではないとする。 直を西ローマ皇帝の定官都市と共に、東ローマ帝国の皇帝ゼノンへ送った。ゼノンは、ロムルス・アウグストゥルスを正当な西ローマ皇帝とは認識していなかったので、オドアケルが、ロムルス・アウグストゥルスを排位したことはゼノンにとっては、正当な行為と思えた。ゼノンは、ロムルス・アウグストゥルスの排位に、功績のあったオドアケルに、法相として、パトリキの地位及び、 イタリア本土を統治する法的権限を与えた。死者とゼノンとの会見には、ダルマティアで西ローマ皇帝を名乗っていたユリウス・ネポスも同席していたので、ゼノンはユリウス・ネポスの顔も立てて、ユリウス・ネポスを西ローマ皇帝として受け入れてはどうかと提案した。元老院はゼノンの提案に反対したが、オドアケルは妥協してゼノンの提案を受け入れた。オドアケルは、 ユリウス・ネポスへの忠誠の証として新たに発行した金貨にユリウス・ネポスの名前と肖像を刻印したが結局はユリウス・ネポスをイタリア本土へ迎え入れようとはしなかった480年にはユリウス・ネポスも何者かによって殺害されたため東方担当の皇帝であるゼノンがローマ帝国で唯一の皇帝となったオドアケルはロムルス・ワウグストゥルスの代わりに ローマ皇帝となることもできたし、リキメルや、オレステスラのように、傀儡皇帝と立てることもできたが、そうはしなかった。歴史学者のステファン・クラウトシックは、この時期に、オドアケルの兄弟、オノールフスが、東ローマ帝国の有力者だったことを挙げ、ローマ帝国の東西で権力を握ることに成功した。 オドアケル一族が東ローマ皇帝の名でローマ帝国の東西を一元的に統治する構造を持っていたのではないかとしている。ゼノンとオドアケルは西ローマ皇帝の廃止後も元老院など西ローマ帝国の政府機構はそのまま残し古代ローマ式の統治方法を継続した。オドアケルはローマの法を厳格に実行して元老院と失政官の権威の復興に努め、 西ローマ帝国の人々から大きな信頼を獲得した。また、自身はイタリアの守護者として軍艦の地位にとどまり、帝国の民生行政については元老院とローマ人の文艦に委ねたので、それまでローマ皇帝によって押さえつけられていた元老院議員や首都長官らもオドアケルの支配を歓迎した。元老院と執政官は中造形を回復し、良質な動貨幣が発行された。 オドアケル時代の、こうした政策は、後に、皇帝アナスタシウス一世が行った、財政改革の手本とされた。オドアケル自身はアリウス派であったが、カトリックのキリスト教会とも良好な関係を維持した。教皇フェリクス三世は、オドアケルの知性を称賛し、後に、オドアケルを滅ぼした、テオドリックの熱心な支持者であったパビア主教のエノディウスですらオドアケルの支配を非難することはせず、 5つの教会の再建と1つの嘆願が聞き届けられたことを記すだけだった。SR ・ジュヌビエーブ・マリエクックは、テオドリックを支持したエノディウスの沈黙は、オドアケルに対する無言の賛辞であったとしている。対外的には、バンダル王国の王、ガイセリックと交渉して、シチリア島の一部を西ローマ帝国へ返還させ、イタリアへの攻撃を491年まで停止させた。 487年には、ルギー族の王、ファワを降伏させて連れ去られていたローマ市民を取り戻した。西ローマ帝国内で繰り広げられていた蛮族の王たちによる権力争いは急速に抑制され、もはやイタリアは安全であると見なすことができた。オドアケルのもたらした平穏と繁栄によって、ローマの人口は増加し、西ローマ帝国は大いに復興することとなった。 オドアケルとゼノンとの関係は少なくとも488年までは良好だったようである。しかし488年、ゼノンはオドアケルが484年にゼノンに対して反乱を起こしたイサウリア人の将軍、イルスとレオンティウスを支持しているとしてゴート人の将軍テオドリックにオドアケル討伐を命じた。これについては 実際にオドアケルとイルスとの間に密約があったとも、テオドリックとフーアになったゼノンがテオドリックを遠ざけるため、オドアケルに着せた濡れ衣であったとも言われている。あるいは、オドアケルの元に交流した兄弟のオノールフスが、レオンティウスを皇帝と宣言したウェリナの義理の老いであったことも影響していたかもしれない。テオドリックは、翌489年からイタリアに侵入を開始し、 依存ォの戦いとベローナの戦いと、相次いで敗れたオドアケルは、ラベンナへと追い込まれ、493連に降伏した。その後、オドアケルは降伏後の宴会の席で配下の兵たちと、共に暗殺された。妻、スニギルダは遊兵されて餓死し、幼い息子のテイラは、ガリアに追放され、やがて、イタリアに戻ろうとしたため処刑された。兄弟のオノールフスは矢でハリネズミにされた。 テオドリックは、オドアケル討伐の功として、東ローマ帝国の皇帝アナスタシウス一世から、ミカドゴロモと帝官を授けられ、西ローマ帝国を統治する皇帝体験が与えられた。エドワード・ギボンは、ローマ帝国水防士でオドアケルを破った、テオドリックの武勇を称賛するとともに、オドアケルについても、戦術と政治の術に優れた英雄であったと評価している。今日ではオドアケルが、 イタリアの領主に任命されたことをもって、西ローマ帝国の滅亡と表現する場合があるが、JB ベリーら研究者はオドアケルによるイタリア統治の開始を西ローマ帝国の滅亡と呼ぶことには否定的である。オドアケルへのイタリアの委任も、これまで帝国の各地でコート族やフランク族らの王を領主に任命して、統治を委任してきたのと同じことが、 皇帝ゼノンによってイタリアに適用されただけだと考えるべきだからである。西ローマ帝国の政府機構は少なくとも6世紀中頃まで、オドアケルや東ゴートオーラとは別々に存続しており、民政行政も西ローマ帝国政府の任命した文官によって引き続き行われていた。軍事こそゲルマン人が掌握していたが、そうした体制はすでに帝政後期には始まっていた。 ものであった。少なくとも法律、制度、行政機構の面においては、この時期の西ローマ帝国に、いかなる断絶も乱すことはできない。オドアケルの父エデコンがボリア側の戦いで廃止してから、オドアケルがローマで身を立てるまでに、二つの逸話が知られている。6世紀の司教トゥールのグレゴリウスによれば、オドアケルはガリアで第二ベルギ家族衆の防衛を任されていた。 フランク人の将軍キルデリク一世と会い、イタリア本土の防衛について語り合ったという。また460年代から530年代に生きた修道士エウギッピウスによれば、オドアケルは放浪中に乗り組むで、聖人、セベリヌスから将来あなたはイタリアで王になるだろうと予言された、ために行き先をイタリアへ向けたのだという。エウギッピウスは、セベリヌスの没後に、カステルムルクラヌムに、 修道院を建てて道院に死の意外を安置したが、このカステルムルクラヌムはオドアケルが範位したロムルス、アウグストゥルスの入る地でもあった。歴史学者の佐藤昭一はこうした関係を考慮するならば、エウギッピウスに修道院建設の用地を提供した人物として、真っ先に考慮しなければならないのはオドアケルであろうとしている。ありがとうございます。